アラパキス・アウグスタエ・アラパキス北面、元老院議員たちの浮き彫り装飾アラパキス南面、アウグストゥスを、ローマの大祭司として描き、家族と共に描いている浮き彫り装飾アラパキスのテルスのパネルアラパキス・アウグスタエは、パークスの祭壇で、ラテン語で、アウグストゥスの平和の祭壇の意。通称は、アラパキス。紀元前13年7月4日、 元老院がヒスパニアとガリアで大勝利を収め、帰還するローマ皇帝、アウグスティスの栄誉を称えて、制作を依頼し、紀元前9年1月30日、アウグスティスの勝利によって、ローマ帝国に平和がもたらされたことを祝って、元老院が封建した。祭壇は、ローマ市民の宗教観を資格化したものとされている。また、ローマ帝国の軍事的優位による、 パクスロマーナがもたらした平和と繁栄の象徴とされ、それを実際にもたらした、ユリウス・クラウディウス朝の記念日とされた。アラ・パキスは、白い大理石で聖地に彫刻された壁に囲まれており、その壁には、伝統的な、ローマの経験さを表した場面が描かれており、皇帝とその家族が神々に生贄を捧げている、場面が描かれている。 生にえとして捧げられる家畜も彫刻の中に描かれている。中には戸川をフードのように頭から覆ったものも描かれている。これは彼らが聖職者として公式な資格で行動していることを表している。また月景観を被った人物も描かれており勝利を象徴している。男女や子供たちがすべて神々の方向に進もうとしている。 市民の平和というテーマは、ユリウス・クラウディウス長や、文明の力としての宗教の重要性と結びつき、アウグストゥス自身のことによれば、この機会に宗教儀礼を意識的に再生させようとしたという。この祭壇は、アウグストゥス時代の彫刻で現存するものの中でも、最も有名で、一般に傑作とされている。その中に描かれている人々は、 ギリシア彫刻によく見られるような理想化したものではなく、実際に当時の有名人に似せて彫刻したものと見られ、今日でも一部の個人名が分かっている。ジー・カール・グリンスキーは、アラ・パキスの彫刻は装飾である前に、記号的意味を持ち、図像学的にいくつかの重要な点があると指摘した。アラ・パキスと同様の公開されているローマの記念碑の研究によれば、 そのような装飾には伝統的に政治的な意図が象徴的に含まれており王朝や帝国の方針を強調しているとされている。アラ・パキスはジョルジュ・デュメジルが提唱した三機能仮説の主権、軍事力、生産力を具現化しているとされている。ピーター・ホリデーは単なる私的な意味として扱われていた黄金時代の祭壇を具現化したことが ローマの一般大衆の多くに強い印象を与えただろうと指摘している。アラ・パキスは当時の大衆が恐れていた歴史は繰り返すという考え方への対策であり、アウグストゥスの知性によって当時の歴史観で予言されていた世界の破滅的大変動が回避されることを約束したものだった。 アラパキスの表面にある長い浮き彫りには、西に向かって進む人々が描かれており、アウグストゥスが生み出した平和を祝って、感謝を捧げようとしている姿が描かれている。これら人物像は、リクトル、聖職者、女性と子供、随行人の4種類に分類されている。さらに数人のローマ人でない子供が描かれており、品格と思われる。服装が、 ローマ風でないことから明らかであり、このような人々が式典に参加するということは、他の国家がローマに若者を留学させて、ローマの方法を学ばせているということを宣伝する目的があり、ローマの名誉を高める効果がある。ここに描かれた式典は、紀元前13年の夏に行われたが、元老院がアラパキスの建設を決議した7月4日とは、限らない。 東と西の壁には二つのパネルがあり、それぞれ一つは保存状態が良いが、もう一方は一部しか現存していない。東壁の保存状態の悪いパネルには女性投資が描かれており、ローマではないかと言われている。敵から没収した武器の山に座っており、そのように武器を没収することで敵勢力が戦争できないようにし、平和をもたらしたことを意味している。 この場面は、ローマ神の座った姿を描いた効果に基づいて、復元されている。アラ・パキスの復元の際に、エドマンド・ブッシュナ・や他の学者がこのパネルの創造図を描き、それを元に復元した。オリジナルのごく一部しか現存していない場合によく、行われる手法だが、正しいとは限らない。頭壁のもう一つのパネルは、保存状態が良いが、 描かれているのが何であるかについては、議論がある。座った女神の膝の上に、双子が描かれており、よ沃さと繁栄を描いたものと思われる。この女神が誰なのかについては、テルンス、ウェヌス、パークスといった説がある。祭壇の意図を考えればパークスが、最もふさわしいが、今もってこの女神の正体については、議論が続いている。性壁にも二つのパネルがある。 一部しか現存していない方のパネルは、ルペルカーリア祭りのパネルと呼ばれており、ロームルストレムスを、ファウストゥルスが見つけたところを、マールスが見ているという場面を描いている。保存状態が良い方のパネルは、年老いた聖職者が豚を生贄に捧げ、二人の随行人がそこに立ち会っている様子を描いている。ヨハネス・ゼバッキングは、約一世紀前に、これが、 ウェルギリウスらが描写した場面であることを初めて指摘した。すなわち、アイネー・アースがイタリア半島にたどり着いて、メス豚とその子豚を生贄として、有能に捧げた場面だという。この指摘は学会に即座に受け入れられた。1960年代、ステファン・ワインシュトックは、アラ・パキスの目的も含めて新たな解釈に挑戦し、ゼバッキングらが気づかなかった。 フ一ッチを多数指摘した。その後も、ポール・リチャードソンが新たな解釈を提案し、ポール・レハックは、パークスという脳の,の門に関係が深いローマを沼、ポンピリウスが描かれているという解釈を発表した。北壁には、約46人の人物像が現存している。戦闘の手前に描かれた二人の人物は、リクトルであり、ファスケスを持っている。それに続く人物は、 セプテンビリー・イパローンズの聖職者であり、彼らが持つ鉱箱がそれを象徴している。その後に続くのは、クイン・ディセンバー・セイ・クリス・フェイシャンディズの聖職者であり、やはり運んでいる鉱箱で見分けられる。名前が表しているように正確には15人のはずだが、南北に描かれているアウグストゥスとアグリッパもその一員であることを考慮すると、全部で23人が描かれていることになる。 北壁には21人が描かれている。北壁の残りの部分には皇帝の家族が描かれている。多くの学者はベールを被った戦闘の人物がアウグストゥスの娘ユリアだとしている。しかし、ユリアは南壁にも描かれており、小ウイアではないかという説もある。他にも、大マルケッラや小マルケッラ、マルクス・アントニウスの息子、ユルス・アントニウス。 他の皇族の子供が描かれていると言われている。ヘレニズム風の服装の若者は、実際の格好をしたガイウスカイサルとされることがある。ガイウス・スターンは、学位論文の中で、プルタルコスの見過ごされていた一説に言及し、この実際は、フレーミン・ダイアリスの若い付き添い人だとした。スターンはこの人物は、ガイウスカイサルではなく、 アフリカを代表するマウレタニアのプトレマイオスであり、他にヨーロッパを代表するドイツの少年とアジアを代表するペルシアの王子が描かれていると主張した。この祭壇は本来ローマの北の郊外、フラミニア街道の西側で、カンプス、マルティウスの北西の端に置かれたもので、その場所はアウグストゥスが記念碑の複合施設として開発させた場所だった。 すなわちアラパキス・アウグスタエは、テベレ川の氾濫源にあり、数世紀にわたる氾濫によって4メートルの沈霊に埋まった。1568年、3、ロレンツオイン、ルシーナのバシリカの地下で、アラパキスの彫刻の破片が発見され、ビラメディチ、バチカン美術館、ウフィツィ美術館、ルーブル美術館に収蔵された。1859年、 イタリア大議員に近いオリンピア劇場の地下で新たな破片が見つかり、1568年に見つかった破片と同じ記念碑のものと分かった。フリードリヒ・フォンデューンは1903年、これらのレリーフの破片がアウグストゥスの記念碑であるアラパキスのものと認識し、政府に対して発掘の継続を要求した。エドアルド・アルマゲアがこの発掘を支援した。同年7月、 それ以上の発掘は難しく、オリンピア劇場の安定性も損なわれかねないことが明らかとなった。アラ・パキスの約半分にあたる53の破片が回収された頃、発掘の中止が命じられた。1937年2月、イタリア政府はアウグストゥスセータ2000年記念事業として、最新技術を使って新たに発掘を行うことを宣言した。 オリンピア劇場だった場所の地下の70立方メートルの土を凍結し、祭壇の発掘を行った。1938年、ベニート・ムッソリーニは、ビットリオ・ベイリオ・モーパーゴに命じて、アウグストゥス病の近くに、アラパキスを治める建物を建設させ、ファシストとイタリアを美化する古代ローマのテーマパークを作ろうとした。 現在はムッソリーニが建設させたのと同じ場所にアメリカ人建築家リチャード・マイヤーが設計した建物がある。この新たな建物は2006年に公開され、その現代的外観がローマの風景にそぐわないとして議論を呼んだ。ニューヨーク・タイムズのニコライ・ヨロサーフはこの建物を失敗だとした。2008年4月にローマ市長となったジャンニ・エール・マーノと 同年7月に文化時間となったフランチェスコ・マリアジロはこの建物を解体して移転させると述べている。ありがとうございます。